それでは第9回目の遺伝子工学の授業を始めます。ケース転換の方法と染色体地図の物理地図のところをやりたいと思います。先週のですね、中間テストの平均点は93点で非常に良くてですね、問題もほとんど一緒だったというのもあってあれですけど、期末はちょっとね、もうちょっとオリジナルの問題を増やしたいと思いますので、少し頑張ってもらえればいいかなと思います。では早速授業を始めます。今日のですね、遺伝子工学ではですね、遺伝子の導入法について少しやっていきます。でですね、特にですね、アグロバクテリウム、これを使った方法ですね。あとパーティクルガンとエクトロポレーション、細胞融合ですね。この辺のところも少しね、覚えてほしいかなと思います。あと、リポフェクションと、マイクロインジェクションと、レトロウイルスを用いた、遺伝子導入法、および接合伝達について、ちょっとね、見ていきましょう。まず最初にね、アグロバクテリウムについて見ていきます。で、アグロバクテリウムはですね、植物病原菌でですね、そのですね、もともと植物に感染してですね、その自分の住処とね、自分がしか食べれない栄養素を植物に作らせて、住処と、食物を作る工場を手に入れるというちょっと変わった病原菌なんですけれども、もともとね、アグロバクテリウムという名前の属に属していたんですけれども、今はですね、リゾビリウムですね、属に属しています。この菌がですね、このプラスミドの一部を切り取って、植物の方の遺伝子、染色体の方ですね、のところに遺伝子組み換え、双螺組み換えですね、リコンビナーゼによって組み換えをして、で、植物に植物ホルモンを作らせて、がん化させたりとか、あるいは毛状根という形の根っこをたくさん増やすものですね。クラウンゴールドっていう腫瘍を作らせて住処を得ます。そしてですね、オパインというね、こいつがアグロバクテリウムの実が消化できるアミノ酸を作らせて、で、それをですね、アグロバクテリウムはそれを取り入れて、歯科することができるようなものですので、それで餌を確保すると、そういうところの菌なんですが、ここのですね、遺伝子に挿入する部分、植物の遺伝子を挿入する部分を別の有用遺伝子を入れることで植物にをケース転換するという、そういう技術です。教科書のね、96ページと110ページから112ページ、ここのところに詳しく書いてますので、見ていきましょう。じゃあ早速ね、ちょっと詳しく見ていきます。でですね、このね、その植物病原菌にあるアグロバクテリウムの、ツメファシエンスっていう種ですね。これのやつを使います。これはですね、クラウンゴールというそのね、腫瘍を作ります。そしてですね、この TI プラスミド、こちらの方が植物病原菌に関わるところになります。で、いろんな部分があってですね、 T 領域、ここの部分が植物に組み込まれる領域になります。で、レフトボーダーですね、 LB って言われる部分からライトボーダーですね、ここの RB、ここのところですね、ここの間のところが植物の核の中の T 領域のところに双螺組み換えで置き換わっていきます。で、まずね、ちょっと見ていきましょう。で、複製起点、これがですね、アグロバクテリウムで増えるための複製起点になってます。で、オパイン以下ですね、ここが植物でオパインを作らせて、で、そのオパインを吸収してエネルギー源に変えるですね、異性化酵素ですね、異性化遺伝子、ここのところがオパインを異性化する部分になります。そしてですね、バー領域が、これがですね、ここの T 領域を切り出したりとかですね、あるいはこの5ダシマッタンと3ダシマッタンのところですね、ここのところに結合して核内に移行するシグナルタンパク質であったりとかですね、あとは1本差 DNA にくっつくような
タンパク質シグナルバインディングプロテインですね。こちらの方を出したりとかですね。あと、この、肝ですね。肝形成ですね。まあ、これを行うところが、バー領域になります。なもんで、ここの T 領域のところですね。ここのところに、まあ、遺伝子を入れるという形になります。それですね、バー領域の遺伝子を出すためにはですね、この細胞表面にあるレセプターですね。これがですね、アセトシリンゴンっていうですね、障害植物が傷ついたよっていう時に出る物質があるんですけれども、このところで、出た時に、ここのレセプターにくっついて、まあ、遺伝子発現をして、まあ、切り出しとかを行うという形ですね。まあ、こんな形の構造をしていて、T 領域にもともとはですね、オパイン合成酵素ですね、この遺伝子と、サイトカイン合成ですね、これ植物ホルモンですね。あと、オーキシンですね、これも植物ホルモンです。この2つが出ることによって、まあ、カルスのような、ガン化ですね、植物ホルモンが形成されることによる、まあ、これ合成酵素が出るんですけどね。で、この植物ホルモンを作らせて、まあ、腫瘍形成をさせて住処を手に入れるという形ですね。まあ、こういう構造になってます。で、1本差 DNA がこうね、植物内の中に運ばれていって、まあ、シグナルプロテインのシグナルペプチドのおかげで核の中に移行すると。そしてそのですね、核の中のリコンビナーゼですね、これによって核の細胞の植物細胞の T 領域のところに置き換わるというところになります。まあ、したがってですね、この T 領域のところに、まあ、外来の有用遺伝子を入れておけば、植物の方のこの部分に遺伝子が入るという、こういう仕組みになります。で、詳しくはね、教科書の111ページをちょっと見てもらってですね、まあ、確認をしてください。じゃあ次に行きます。で、先ほどありましたですね、バー領域と T 領域ですね。まあ、この T 領域のところが、まあ、各植物の中のゲノムのところに組み込まれます。なもんでですね、結構ね、大きいバー領域と T 領域とか、いろいろですね、複製起点とか、まあ、いろいろあって、たくさんなので、結構大きなプラスミドになって、アグロバクテリウムにこれをね、外来遺伝子入れた後入れ込まないといけないんで、結構大きいと、まあまあ、この係数転換が難しくなるので、まあ、これをですね、2つに分けます。で、まあ、当然ですね、複製起点はつけておくんですけれども、バー領域だけで、まあ、T 領域、TDNA が入っていないやつですね。これが、まあ、Ti プラスミドがこの T 領域をもう書いた形ですね。こういう形で、まあ、作っときます。変換してあげて、この2つに分け、まあ、これをですね、2つに分けます。それでですね、これ大腸菌の複製起点をつけておいて、で、T 領域ですね。T 領域で、バー領域がないやつの、プラスミドですね。あと、アグロバクテリウムの複製起点もつけとかないといけないですけど、まあ、このシャトルベクターを用意しておきます。で、この2つに分けることをバイナリーベクターって言います。なもんでね、ですね、これ大腸菌の中でこれクローニングをして、で、これをですね、まあ、こっちのバー領域持っているところは、あらかじめアグロバクテリウムに入れておいて、宿主の中に入れておきます。で、その後ですね、この T 領域を含んだ、こっちのバイナリーベクターですね、こちらは大腸菌でクローニングして、まあ、それをですね、組み替えたりいろいろしながら、大きく増やし、クローニングしてですね、それをアグロバクテリウムに入れて、まあ、共存させてあげると。で、そうすると、このバー領域のおかげで、ここの T 領域の部分が切られ、ライトレフトで切られて、で、それがですね、まあ、ここからここのタンパク質がついて、まあ、細胞核の中に遺伝子が入ると。そんな感じになります。ですね。まあ、これバイナリーベクターと言います。これ、もともと Ti プラスミドなんですけれども、まあ、このバーの領域と T の領域を2つに分けて、別々に、まあ、独立した形でクローニングをしていくと。で、入れると。まあ、そんな感じで、やっていきます。まあ、教科書はね、80ページに詳しく書いてますので、まあ、ここでもちょっとね、もう一回見直してもらえるといいかなと思います。じゃあ次にね、アグロバクテリウムを使った入れ方ですね。
についてちょっと見ていきましょう。まあ、次ね、葉っぱからね、これ植物ホルモンを使って、まあ、根っことかね、ルートとシュートがですね、複製して完全に親植物になるこの植物に対して行うことができる方法になります。でですね、根っことかを傷つける方法もあるんですけれども、こういうふうにですね、葉っぱをね、切り取って、まあ、こういう歯間ですかね、歯間導管がついているようなこの歯のところがこう傷つくように、コルクボーラーなどでちょっとね、切り取ります。で、そうするとここに生涯傷ついたよっていうやつができます。で、そこにね、アグロバクテリウム、これをですね、まあ、植物ホルモンの入ったバク、あの寒天培地の上に置いて、で、ここにですね、アグロバクテリウムのを感染させます。で、感染させた後ですね、ホルモンを使って、植物ホルモンを使って、ルートをですね、足、シュートですね、シュート、葉っぱをまず出させて、まあ、その後ですね、ルートですね、根っこを出させると。で、まあ、ここのところの、T 領域のところに、特定の抗生物質耐性遺伝子を入れておけば、まあ、ここの選択培地ですね、選択培地を、まあ、入れておけば、まあ、それで生えてくる死なない植物体ですね、こちらを入れると、植物体を遺伝子組み換えされた植物が取れます。これをですね、リーフディスク法ってですね、まあ、葉っぱを、まあ、くり抜いてディスク状にして、まあ、それによって、まあね、ルートとシュートを作らせると。で、親植物にするという方法で、まあ、再現させるという、そういう方法になります。まあ、これがですね、アグロバクテリウムを使った、まあ、植物の、組み換え体の形成方法になります。それではですね、植物体にですね、微生物を使わないで、まあ、遺伝子入れる方法ですね。まあ、これについてちょっと見ていきましょう。まあ、一つはね、パーティクルガン法で、もう一つはね、エレクトロポレーション法になります。で、まあ、両方ともですね、結構重要なものなので、ちょっと覚えてほしいなと思います。で、教科書はね、96ページと112ページに書いまあ、文章書いてますので、それもちょっとね、参考にしてください。で、まずね、パーティクルガン法について見ていきましょう。で、パーティクルガンはね、当然その細胞の中に、まあ、粒子を打ち込んでいく方法になります。で、このパーティクルっていうのが粒子ですね。で、ガンっていうのが、まあ、ガンですね。まあ、それをこう火薬とか、あと高圧ガスとかですね、まあ、高電圧とかで打ち出すという形で、細胞体に入れます。で、植物のね、にその悪影響がないようにですね、まあ、入ったとしても毒性が少ないような、すごい小さい微粒子ですね。まあ、当然細胞よりも小さくて、で、細胞膜がですね、これ打ち込まれた後再生できるような大きさじゃないといけませんので、まあ、かなり小さいサイズの粒子です。で、まあ、金とかね、チタンとかを使って、で、これをですね、これにですね、遺伝子をまぶして、まあ、高圧ガスとか火薬とか、あと高電圧で、まあ、直接細胞に打ち込みます。打ち込んだ後ですね、それをですね、打ち込まれて、まあ、遺伝子が入ったものですね、まあ、これをですね、まあ、選択培地とかで選んで、まあ、これをですね、親植物にして、入れて、植物にしてからですね、このね、遺伝子導入の確認をします。ですね、まあ、これがパーティクルガン法になります。で、もう一つはね、エレクトロポレーション法という方法になります。で、先ほどのですね、パーティクルガンとか、アグロバクテリウムを使った方法とは異なってですね、細胞壁がある状態ではですね、ちょっとね、難しいので、まあ、で、後から出てきますけど、プロトプラスト、ね、細胞壁を取り除いた状態の細胞にしてあげます。で、これをですね、これにですね、遺伝子を、まあ、溶液中でまぶすという形で、まあ、行うんですけれども、これですね、当然ですね、細胞膜がむき出しになってるんで、まあ、盗聴液ですね。盗聴液で、まあ、入れてあげます。まあ、これね、植物、ここは植物な形で書いてますけど、まあ、当然だと、動物だとね、動物細胞だとそのままいける形になりますね。でですね、この遺伝子を、
と細胞を嫌濁した状態で、まあ、電極が仕込んであるんですけど、ここにですね、電圧、高電圧のパルス電圧ですね、まあ、一気にピーンと上げた形で電圧をかけて、その後少しですね、電気誘導が起こる形で、まあ、それよりも低い、パルスの電圧よりも低い電圧のところで、ゆっくりと電気誘導させて、内部に入れた後、まあ、電気を、通電をやめると。まあ、そんな感じで、まあ、パルスをかけて、電気穿孔といって、細胞膜に穴を開けます。で、細胞膜が、まあ、孵化する前に、電気誘導で遺伝子を入れてあげて、で、その後にですね、まあ、細胞膜が自己複製、修復されて、まあ、その細胞の中に遺伝子が入った状態になって、で、そのやつですね、プロトプラストの細胞壁を、まあ、培地に入れることで、培養することで復活させて、で、その後カルスにして、ルートと、あ、シュートですね、シュートとルートを作らせると。シュート歯ですね。で、ルートは猫ですね。で、これをですね、まあ、植え替えて、まあ、親植物にして、まあ、確認をするという方法になります。多分電気穿孔についてね、これをですね、もうちょっとね、詳しく次のところで見てみましょう。これがですね、エレクトロポレーションの形になります。で、まあ、プロトプラストですね、の状態になると、細胞膜がむき出しの状態で、あとね、タンパク質がね、このところに、いろいろなところに埋まってる形で、まあ、存在します。ここにですね、まあ、通常だとこういう膜でこう囲われてる感じですね。で、ここにですね、パルス電圧をかけます。で、そうするとですね、ここにですね、細胞膜は脂質二重膜になってるんですけれども、ここがですね、一部穴が開きます。それで、細胞室内のところに電気誘導でね、遺伝子が入ります。この外来の外の側にある遺伝子が入ります。で、その後ですね、その穿孔がですね、細胞膜がこう膜融合という形で、この膜が復活して、まあ、閉じるんですけれども、閉じた中にはもともと違う、まあ、遺伝子ですね、外来遺伝子入ってなかったんですけれども、こういう感じで植物内の中に遺伝子を入れることができます。まあ、これがですね、エレクトロポレーションの原理になります。これはですね、植物体だけじゃなくて、まあ、動物細胞とか、あるいはその細菌とかですね、微生物ですね、こちらの方にも遺伝子を入れる方法としてもよく用いられる方法になりますので、このエレクトロポレーションもしっかりと覚えてほしいかなと思います。まあ、次にですね、細胞融合ですね、まあ、違った細胞をとですね、2つを掛け合わせて、まあ、花粉とかじゃなくて、まあ、細胞同士を組み合わせて、でですね、まあ、この膜融合させて、まあ、どちらかけ、あの、落ちちゃう、遺伝子が落ちちゃうこともあるんですけども、まあ、それによって雑種を作るという方法になります。これ細胞融合ですね。まあ、これについてちょっと見ていきましょう。で、まあ、植物である場合と動物で細胞である場合の2通りあります。はい、あとね、酵母と酵母とかね、まあ、そういう方法も、酵母もあります。で、詳しくはね、教科書の101ページから106ページにも書いてますので、まあ、参考にしてください。それでですね、まずね、植物細胞だとですね、細胞壁がありますので、これ邪魔なんで、取ってあげます。あとね、接着剤であるペクチンっていうのもあって、多糖類なんですけれども、糖類のこのセル、セル、あ、セルラ、セルロースですね、セルロースとペクチンですね、これを取り除く必要があります。で、まあ、細胞壁であるセルロースですね、こちらをセルラーゼっていう酵素で消化します。で、その後ですね、その後ですね、ペクチナーゼ、ペクチンを分解する酵素ね、ポリガラクツロナーゼっていう酵素があるんですけども、それで、まあ、接着剤であるペクチンで、まあ、細胞壁と細胞壁の間とか、細胞膜と細胞壁の間が、まあ、それでくっついてるんで、まあ、それをですね、取り除いてあげます。2つの酵素ね、セルラーゼと
ポリガラクツロナーゼですね、まあ、こちらの2つで処理をしてあげます。で、まあ、盗聴液に入れてあげるとこういう細胞膜が露出したようなプロトプラストが出来上がります。で、まあ、この状態でもですね、タンパク質ね、こういうのが結構ね縞状に埋まってて完全にはね、細胞膜が露出してない形になります。で、これにですね、ポリエチレングリコールと言われるペグですね。PEG ですね。まあ、これを加えると、ここのタンパク質が凝集して細胞膜が露出することによって、で、ここですね、二つの細胞がくっついて、二つの核を持つような、まあ、ヘテロカリオンと言われるものができます。でですね、同じ核がある場合はホモカリオンって言います。で、違う細胞同士を組み合わせたときはヘテロカリオンって言いますね。同じものはホモカリオンです。でですね、これがを核融合させることによって、でその後ですね、シンカリオンという形で、まあ、雑種が出来上がって、まあ、細胞壁も複製されて、まあ、雑種の細胞ができるというところになります。で、まあ、こういう方法でですね、いろんなものが、まあ、作られます。まあ、動物でもできるんですけど、割とですね、結構近い種ですね、種同士を組み合わせるとうまくいくんだけれども、かなり離れているときにはちょっと難しいかなっていうのが、まあ、そんな感じですね。で、まあ、ちょっとね、親父がギャグみたいなんですけども、オレンジとカラタチとかね、まあ、そういうのと俺たちみたいなとか、キャベツと小松菜で扇風菜とか、まあ、グレープフルーツとネーブルでグレーブルとかですね。で、赤キャベツと白菜で白蘭とかですね。で、シューブルと温州みかんとネーブルですね。まあ、こちらの方で、まあ、雑種を作るっていうことが行われています。それではですね、ちょっとプロトプラストを作るところをね、もう一度見ていきたいと思います。まあ、植物体はですね、いろんなところに分化してます。で、まあ、そこの中で、まあ、表皮細胞とかでね、索状、まあ、葉っぱのところでもですね、まあ、こういうふうに分化をしています。で、こっからですね、細胞を、まあ、一つ一つ切り離す形で取ります。で、ペクチナーゼね。で、ポリガラクツロナーゼっていうので、ペクチンを分解してあげると、これ接着剤が取れるんで、まあ、一つ一つ独立した形になります。で、まあ、ペクチナーゼの中にはポリガラクツロナーゼとかですね、ペクチンリアーゼとか、ペクチンエステラーゼとか、ペクチンメチルエステラーゼ、まあ、こういうもののやつですね。まあ、これの、まあ、いろいろ混じったやつの総称になっています。で、これですね、これを使ってですね、まあ、いろいろ食品業界で、まあ、果汁が結構濁ることがあったりするんで、それペクチンが原因なんですけれども、これを分解したりとかね、します。で、食品業界ではですね、アスペルギルス2がですね、黒カビ由来のものをよく使います。はい。で、まあ、こんなペクチナーゼによって、まあ、細胞一つ一つをバラバラにして、で、その後ですね、セルラーゼを使って、まあ、細胞膜が露出した、プロトプラストを作ります。で、この時にね、少し細胞壁が少し残っているものはスフェロプラストと言われる形になります。はい、でですね、このプロトプラストをの A と細胞、A 細胞と B 細胞ね、この2つを混ぜて、でポリエチレングリコールですね、ペグ処理をすることで細胞融合してあげて、まあ、新種を雑種を作ってあげると。こういう流れです。で、まあ、こんなんですね。まあ、この細胞融合なんですけれども、まあ、これ結構同じことを言ってるんですけど、ポリエチレングリコールね、ペグを使う方法と、あとね、電気的刺激ですね。さっきのエレクトロポレーションでもありましたけれども、まあ、瞬間的に電圧をかけると、まあ、脂質二重層が乱れますので、まあ、その時に電圧が低下すると膜修復がされる
って、まあ、隣り合った細胞が融合する。まあ、これですね。ペグとか、電気刺激ですね。まあ、こちらによって細胞を融合することができます。これは植物になります。で、もう一つね、動物細胞はですね、センタイウイルスというウイルスが、まあ、あるとですね、細胞が融合する形で作れます。細胞を融合することができるんで、そちらの方も利用されています。はい。まあ、これはですね、センタイウイルスは植物の場合ですね、そのレセプターがないんで、まあ、動物細胞だけですね、がこの可能な方法になっています。まあ、これはですね、バイオギリシャ認定試験にもね、ちょっとね、出ます。規格問題でね、植物細胞でセンタイウイルスと合体させる。を使うっていうところが出るんで、まあ、ちょっとね注意をしておいてください。植物にはセンタイウイルスは感染しないので細胞融合に使えません。はい。じゃあ次いきましょう。まあ、次にね、まあ、動物細胞についても見ていきましょう。動物細胞もね同じように A 細胞と B 細胞を細胞融合、エポリエチレングリコルね、あるいは電気を使った方法とか、あとね、仙台ウイルスですね。HVJ って言います。略されることが多いです。はい。はい、で、仙台ウイルスはね、まあ、細胞表面のタンパク質に強く吸着して、まあ、HVJ ウイルスを介して2つの細胞同士が架橋されて、まあね、それをすることによって、タンパク質の流動性が変わって、まあ、それによって、まあ、細胞が合体する感じでくっつきます。はい。これね、仙台ウイルス、ちょっとね、覚えてほしいかなと思います。はい。で、これ、ハイブリッド細胞ができます。で、もう一つはね、ちょっとね、よく使われる分野で、まあ、抗体ですね。抗体を作る部分でよく使われるんで、ちょっとね、そこについてもちょっと見ていきましょう。それではですね、細胞融合、動物の細胞融合で最も使われる、モノクローナル抗体を作るハイブリドーマについてちょっとね、見ていきましょう。まあ、一つはね、B 細胞ですね。この一つの細胞からは一つの単一の抗体しか作られないんで、まあ、それをまあ作るために、まあ、マウスの腹口内にですね、抗原を打って、まあ、しばらくすると抗体を作るんですけれども、抗体を作るリンパ球の B 細胞は脾臓に結構ねいるので、脾臓から取り出して、まあ、細胞を取り出します。まあ、こちらのは寿命があるんで、まあ、そのまま培養すると死んでしまいます。一方ですね、このがんそのリンパ球のがんであるミエローマ、これを使うとですね、これは死なないんですけれども、まあ、抗体を作らないというところなので、このミエローマとこの B 細胞を、まあ、細胞融合して死なない B 細胞のハイブリドーマを作ります。でそうするとですね、まあ、単一のモノクローナル抗体を作るようなハイブリドーマが作れます。はい。まあ、この際にですね、まあ、この2つの細胞を融合するときに、まあ、栗原研ではポリエチレングリコールを使います。でまたね、この動物細胞なのでセンタイウイルスですね、センタイウイルスを使うこともできます。あとね、電気線香、電気パルスをかけるエレクトロポレーションによってもね、まあ、線香で穴を開けてくっつけることもできます。はい。まあ、この、動物細胞であれば、この3つが、ポリエチレングリコール、センタイウイルス、まあ、エレクトロポレーションですね。この2つを使うことが、3つを使うことができます。はい。それでですね、ちょっとこの選択についても、結構ね、よく使うんで、ちょっと見ていきましょう。まあ、この選択にはね、ハット培地っていう培地を使います。でですね、あとでちょっとね、もう一枚です。次のサイトでですね、サルベージ回路とかいろいろ出てきますので、ハット培地によるね、まあ、選択についてはちょっとね、詳しく見ていきますが、まあ、キーとなるのはね、この TK、チミジンキナーゼっていう酵素と、もう一つね、HGPRT ですね。これはヒポキサンチングアニ、グアニン、ホリボシルトランスフェラーゼってちょっとね、言いにくい酵素ですね。まあ、これが関わってきます。これですね、これサルベージ
回路っていうね、合成能っていうのがあるんですけども、これの、まあ、キーエンザイムになっているもので、まあ、がん細胞では、まあ、退化していて、まあね、作れないんですけど、普通の細胞は持っている形です。なもんでこのハイブリドーマを作るときに、まあ、がん細胞であるミエローマと、まあ、死んでしまう B 細胞と、あとねハイブリドーマというこの3つの種類のものができるんですけれども、ハット培地を使うとですね、このサルベージ回路がないミエローマでは単独では生き残ることができず、あとね B 細胞の方は寿命があるので死んでしまって、でこのハイブリドーマだけがこの生き残ってくるっていう、まあそうね、そういうところで、まあ、選択します。でちなみにハット培地の頭文字の H はヒポキサンチンになります。これはアミノ酸の代謝物です。でアミノプテリン、これはね阻害剤になります。でチミジン、これもね核酸の、まあ、代謝の代謝物ですかね、まあ、こちらのところを使います。はいはい、まあ、このハット培地によって、まあ、このハイブリドーマは選択できます。じゃあちょっとね詳しく次のところで代謝経路を見ていきましょう。まあね、培地、ハット培地にはねいろんなものが入ってて、ヒポンキサンチン、グアニンとかですね、あとチミジンとか入ってます。でアミノプテリンね、これはですね通常のこのホスフォリボシルボシリピロリン酸、こっちの方とアミノ酸の方から、まあ、デノボ合成っていうところで普通の核酸の DATP とか DGTP とか DCTP ですね、4つの核酸ですね、 DTTP、まあ、この4つを作りますけれども、まあ、このアミノプテリンを入れるとこの合成系のところの A と G と T が作れなくなります。で C はね作れる形で、まあ、あるんですけども、この3つの核酸が4つのうちの3つが作れなくなるんで、このアミノプテリンを入れると、ね、普通の、まあ、がん細胞は生えなくなるんですね。だけど普通の細胞はヒポキサンチン、グリグアニジン、ホスフォリボシル、ホジル、トランスペラーゼがあるんで、まあ、こちらの方とヒポキサンチン、グアニシンの方から A と G を作ることができます。でですね C は普通に作れて、あと T を作ればいいんですけど、 T の方は、チミジンキナーゼ、まあ、こちらの方から作ることができて、これで4つが作れます。まあ、このですね、まあ、4つを作れるんで、普通の細胞だと、まあ、このハット培地でも生えるっていう形になるんだけど、がん細胞は、まあ、ここのところを抑えられてるんで、あとサルベージ回路っていうこういうちょっと太字で書いてる部分ですね、これ作れませんので、うん、ね、その合成できなくなるんで、まあ、そのハイブリドーマだけがねハット培地で選択できるっていう感じになります。で普通の細胞でまあねはそのまま死んでしまうというところになります。はい、まあ、これがねハット培地による選択なので、まあ、これちょっとね覚えておいてください。はい、でモノクローナル抗体なんですけれども、まあ脾臓から取ります。で通常ですねマウスの血液から取ると、まあ、抗原があって、まあ、抗原の認識する部分ですね、こういうのがいろいろあって、で、まあ、それに応じた抗体を違う B 細胞がそれぞれ作るんで、まあ、このマウスの血液を取ると、まあ、こういう、まあ、いろんな部分にを認識する、まあ、ポリクローナル抗体が取れます。で一方ですねこういうミエローマを使ってリンパ球と合体させて細胞融合してハイブリドーマを作って、まあ、それぞれ別々の細胞をですねクローニングすることで別々のところで増やる、別々に増やすと、まあ、ここの部分にくっつく抗体がこう1番のやつが取れたりとかですね、2番のところを認識するような、まあ、ものが取れたりとか、3番のみを認識するものが取れたりとか、4番だけを認識するものが取れたりとかね、まあ、こういうまあ、認識部位ですねが違うモノクローナル抗体ですね、まあ、それがそれぞれ取れるっていう、まあ、そういう
方法になります。はい、このモノクローナル抗体と、まあ、これが混じったポリクローナル抗体ですね、まあ、これの違いについてもちょっとね見ておきましょう。まあ、次にですね、ちょっとリポフェクションについて見ていきましょう。まあ、リポフェクションはね、陽性の、家電の脂質を使って、まあ、DNA を閉じ込めて、でですね、それをですね、まあ、使うことによって、エンドサイトーシスが起こってですね、で、その、まあ、細胞の中に DNA が取り込まれる。まあ、こういう方法になります。まあ、結構簡単にね、膜融合によって、まあ、細胞に DNA が取り込まれるので、まあ、非常に使いやすい方法になっています。はい。まあ、リポフェクション法ですね。まあ、これも少し覚えておいてください。まあ、教科書ね、116ページに書いてます。で、これとちょっとよく似た方法なんですけれども、ここがね、教科書の116ページに書いてあります。でリン酸カルシウムですね、まあ、これを使って、まあ、DNA との複合体形成させて、まあ、細胞表面に吸着させて、まあ、エンドサイトーシスですね、まあ、さっきと同じで、まあ、細胞に食べさせて細胞内に DNA を取り込む方法になります。まあ、これねリン酸カルシウムを使うんで、まあ、新状結晶ですね、まあ、こちらのところに DNA をくっつけてあげて、まあ、巻くだけなんで非常に簡単です。でこれとよく似た方法でですね、デアエデキストラン法ですね。これは結構ねこれが残っちゃうんで、まあ、リン酸カルシウムね食べられちゃうんでいいんですけど、まあ、デキストラン、デアエデキストラン法という方法もこのね同じような方法なんですけども、これ消化できなくて残っちゃうんで毒性が高いっていう形で使う、あまり使われない形になっています。あと、リポフェクションね。これも、まあ、エンドサイトーシスを利用します。はい。まあ、これがリン酸カルシウム法です。で、あとね、マイクロインジェクション法って言って、直接、まあ、実体顕微鏡下で、まあ、細胞の中にガラス管に穴を開けて、で、まあ、ここに直接 DNA を入れるっていう方法になります。でこれ確実なんですけれども、結構スキルが必要になるんで、ちょっと難しいかなっていう感じ。あとね、数がなかなかこなせないので、まあ、人工授精のような形で確実に入れたいっていう時にね、よく使います。で教科書のね、116ページか117ページに書いてますので、はい、これ参考にしてください。まあ、こういう感じでさ、まあ、まあ、受精卵とか細胞とかですね、こういうガラスのキャピラリーでちょっとね固定化して、でこの反対側からちっちゃいガラス管ですね、これを管を差し込んで、ここからピッて DNA を入れる、そんな方法です。で、ちょっとねよく使われるのがコンピテントセルを作って、まあ、入れる方法です。で、まあ、大腸菌をですね、まあ、塩化カルシウムを使ってあげると、まあ、表面にカルシウムがついた状態になります。で、これにですね、DNA ですね、これをまぶすと、ここのカルシウムとのところにですね、DNA がくっつきます。で、ヒートショックすると、まあ、ここで、まあ、エンドサイトーシスみたいな形で取り込まれて、で、まあね、あとね、まあ、カルシウムがない状態になって、まあ、復活すると。まあ、こんな感じでコンピテントセルを入れることができます。あとね、ウイルスを使ってやる方法があります。で、まあ、パッケージングして、まあ、ウイルスの中に閉じ込めて、まあ、これをですね、まあ、トランスポザ、ポザーゼとかトランスポゾンを使って、まあ、遺伝子を入れていくっていう方法になります。はい。まあ、ウイルスを使うんで、まあ、特定の、まあ、細胞ですね、まあ、コンピテントセルを必要とせずに入れれるので、まあ、いいかなという形です。で教科書のね117ページから118ページにも書いてますので、まあ、これ参考にしてください。それじゃあですね、ちょっと、まあ、同じくウイルスなんですけれども、ファージを使った方法についてもちょっとね見ていきましょう。まあ、ファージはですね、まあ、細菌
の、細胞壁があっても、平気でですね、DNA をこう侵入させて、要求したりとかして、そのライフサイクルを回す形になりますんで、こんなウイルス、ファージですね、ファージを使って、微生物に遺伝子を入れることができます。ですね。サイクルとしては、取り付いて付着して、この中の、外核タンパク質ですね。外側がタンパク質で、DNA とか RNA の、遺伝子がこうカプセルの中に入っています。で、ここからですね、細胞の中に DNA とか RNA を打ち込んで、でですね、核の中、細胞の核の中に取り込まれたりとかして、で、RNA とか DNA とかね、それを複製します。で、外皮タンパク質ですね、外核タンパク質を出させて、そこに、セルフで入れさせて、で、要求酵素を出して、食い破って外に出てくると。で、新しい細胞に付着すると。こんなライフサイクルを経るんですけれども、この要求サイクルをね、なくして、外核タンパク質もあんまり出ないような形で、眠った感じのプロファージっていう形で、テンプレートファージっていう形でやってあげると、こうね、生きたまま、細胞が生きたまま、これを、次世代に培養させてあげることができます。で、あと外からの、普通のカプセルを作るウイルスを入れたりとか、あるいは刺激を与えると、このライフサイクルから回り出して、ビルレントファージのような感じで、要菌してっていうサイクルをになります。これも最近コンプテントセルに必要する、する必要もなくて簡単にできますので、元気な状態で入れれますので、これもよく利用されています。次にね、何回かやってますけれども、接合伝達についても見ていきましょう。これはですね、教科書の95ページですね。これについに詳しく書いてますので、見ていきます。でですね、こんなオスのような感じで遺伝子を別の遺伝子に入れる、別の細胞に入れるっていう細菌がいます。それを使って、普通の大腸菌、コンピテントセルを使わずに、大腸菌だけじゃなくて他の菌に遺伝子を入れることができます。結構大きな、ウイルスもそうなんですけれども、ファージとかもそうなんですけど、結構大きなですね、遺伝子を入れることもできます。詳しいところは、前回ちょっとやりましたんで、あまりやりませんけれども、トラっていうところから性染毛を作ってぶっ刺して、接合管を作ったりとか、モブっていう酵素で、このトラの部分ですかね、こちらの部分を切り出して入れることができます。これね、結構大きな遺伝子が入れれるんで、結構重宝されて使われています。で、あとはね、酵母とか、あとキノコとかカビですね。これキノコでカビです。で、これは方法もね、大腸菌と同じく、いろんな方法が使われます。で、共通して使われるのはエレクトロポレーション法になります。で、糸状菌とかではアグロバクテリウムを使って入れたりとかですね、あとプロトプラストを作って、ペグを使ってくっつける方法とかもあります。で、植物細胞ではセルラーゼを使ってましたけど、キチナーゼとかキトビアーゼとかグルカナーゼですね。これによって細胞壁を溶かします。細胞壁の主成分が変わってくるんですね。で、プロトプラストでしたけれども、スフェロプラストという形で、ちょっとね、細胞壁が残った形で、やってですね、あとペグとカルシウム、塩化カルシウムを共存化で、細胞を融合させて DNA を取り込みます。酵母はね、またちょっと成分が違って、グルカナーゼっていう酵素があります。あとね、チモリアーゼっていう、こういう酵素で細胞壁を溶解します。で、スフェロプラストですね、ちょっと細胞壁が残った形で、プロトプラスト化して、
ですね。で、ペグとやっぱり塩化カルシウムですね、こちらを共存化させて、まあ、DNA を取り込ませると。あとね、酵母の場合は、まあ酢酸リチウムですね、まあ、こちらをアルカリ金属イオンで処理すると DNA を取り込むようになるので、まあ、結構簡単に取り込むことができるんで、まあまあ、こういう方法も用いられています。次にですね、まあ、染色体の遺伝子配列ですね、この辺のところを求めて、まあ、物理地図を描いてですね、でまたその遺伝子が、まあ、どこのゲノムの染色体のところに載っているかというところの知見が必要になってきました、まあ、これらのことによってですね、あの病気の関連遺伝子とかね、そういうのが、まあ、決定されてきています。まあ、その辺のところの、まあ、実際に染色体の、まあ、遺伝子配列を求めるところと、あの形質を表すところですね、まあ、そういう何番染色体に載っているかっていうところを決めるところについて、まあ、ここでは述べていきたいと思います。メンデルの法則ではですね、その染色体が2つの形質が別々の染色体に載っている話が、まあ、メンデルの法則が成り立つ第一条件になるわけなんですけれども、まあ、そこのところで、まあ、メンデルの法則からずれる、すなわちですね、2つの形質がその同じ染色体に載っているということところから、まあ、そのいろんな 病気の関連遺伝子が、まあ、そのどの染色体に載っているかを、まあ、調べることができるようになります。このようにですね、まあ、近接して連鎖してるですね、連鎖して遺伝する、まあ、そういうところを見て、まあ、病気関連遺伝子とかを、まあ、同定するということが行われています。まあ、そのね、1回ですね、1回の原数分裂について平均して1回の交差が起こる、まあ、こういうところの距離を1モルガンというんですけれども、まあ、このところですね、まあ、遺伝距離がどれぐらいあってどこの染色体にその関連遺伝子が載っているかというところが、まあ、重要になります。まあ、このところでですね、まあ、その目安としてですね、まあ、直接フィッシュ法とかですね、サザンハイブリダイゼーションとかね、まあ、そういうところの技術を使って、まあ、染色体地図を、まあ、作るというところもちょっと見てみたいと思います。じゃあね、連鎖しているあの組み替えについてちょっと見ていきましょう。まあ、組み替えはですね、原数分裂の時にですね、相同染色体が並び立つことによって、まあ、非常にこう配列が似ているので、まあ、リコンビナーゼっていう酵素ですね、まあ、それによってある部分からその遺伝子がミックスされて、まあ、そのこちらが赤が父方で、まあ、薄い色が母方だとすると、まあ、この一つは全く変わらないんですけれども、もう一つの真ん中のこう交雑している方は、組み替えが起こっている方は途中で、まあ、父の方から母の方にあの遺伝子が、まあ、組み替えられる、まあ、こういうところを示しています。で、まあ、両方ともね、同じホモであれば、まあ、組み替えが起こったとしてもこうはっきり分かりませんので、まあ、こういう、まあ、異なる相同染色体でその配列が異なるもの同士ですね、まあ、その間で、まあ、組み替えが起こって、まあ、それによって、まあ、その、まあ、組み替えが起こらないやつと組み替えが起こるやつのものが生じて、まあ、それによってもその生物のバラエティが出てくるという、そういう形で、まあ、連鎖によるその組み替えが起こります、組み替えを利用しています。それでですね、その組み替えの比率ですね、まあ、それはですね、まあ、両方とも劣性遺伝を持った、まあ、そのね、ものとのこの組み合わせによって、まあ、どれぐらいの組み替え率が起こるかっていうのを予想することができます。まあ、この場合だとね、まあ、組み替えが起こるものは、まあ、N っていうのは、まあ、1以上の、まあものになります。それに対してまあ1ですね、組み替えを1に対して組み替えされていないものがどれぐらいあるかっていうのが、まあ、その組み替え比を求めるときに必要になります。で、検定交雑によって、まあ、その比率ですね、まあ、形質がどういうふうな2つの形質がどうなるかを見たものになります。で、それをですね、実際にこう結果から比を求めるんですけれども、この場合だと N が8で組み替えられたものが1になります。で、そうすると組み替えの
で生じた配偶種の数は、まあ、9分の1ということで 11% であるということが分かります、はい。まあ、このような形で組み替えの率を検定することができて、まあ、ここの幅がですね、距離が遺伝的距離が大きければ多いほど組み替え率は大きくなって、この距離ですね、遺伝的距離が短くなると組み替えの比率が下がりますので、まあ、それによってその どこの距離にそのもあ こっちのですね、指標となるマーカーになるケースと、それに対してその違うケースですね、求めたい形質がどれぐらいの遺伝距離になるかを求めることができます、はい。それではですね、さらにですね、まあ、遺伝子とその組み換えについてもう少し詳しく見ていきましょう。まあ、同じ染色体上に ABC が載っているとします。で A と B と C ですね、まあ、これがそれぞれの形質を示すを発現するタンパク質の遺伝子だと仮定します。それでですね、まあ、染色体が、まあ、原子分裂をするときにさまざまな位置で、まあ、組み替えが起こるわけなんですけれども、その組み替えの比率ですね、それをちょっと3つの遺伝子について見てみましょう。で ABC ですね、で距離としては A と C が最も長くて、 B と C の間がその次に長く、 A と B が一番狭い遺伝距離の関係にあるとします。それでですね、まあ、これまあ適当な部分で、まあ、同じ長さのところで組み替えが起こるものとか考えてちょっと見てみましょう。で1番ですね、ここの部分で、まあ、組み替えが起こった場合は ABC ともに組み替えが起こりません。一方ですね、ここの部分であの組み替えが起こったものに関しては A と B ですね、まあ、ここのところが組み替えが起こり、 A と C ですね、まあ、ここのところでも組み替えが起こっています。ただ B と C は組み替えが起こっていませんですね。で次にここの部分ですね、で組み替えが起こった場合は A と B は組み替えが起こらず、 A と C は組み替えが起こっていて、 B と C も組み替えが起こっています。またこの下の位置で組み替えが起こった場合についてですが、 A と C は組み替えが起こって、 A と B は組み替えが起こらず、で B と C の間も組み替えが起こっているという感じになります。まあ、このようにこう見た時に、A と C に関してはこの2から3番の4つに関し3つに関して組み替えが起こっていることが分かります。一方、A と B ですね、 A と B はこの2のところだけですね、まあ、ここだけで組み替えが起こっています。あとその次に長い BC はこことここの2つですね、まあ、この、この間でこの2つで起こっています。つまり A と C 一番長いものに関してはここでは3つが組み替えが起こっていて、 A と B はここだけ1つだけですね。で B と C はここの2つということで、まあ、A と C ですねが、まあ、3つに対して短い AB は1つ、BC は2つという感じで、まあ、この長さに応じたその位置関係というのがなんとなくですね、関係式が見えてきます。まあ、なんとなくなんですけれども、A と C の遺伝距離っていうのが、A と B の遺伝距離と B と C の遺伝距離を足したものになるということが予想できます。まあ、これについてさらに詳しくちょっと見ていきましょう。それではですね、組み替え下の ABC 間の距離の組み替え下とその距離をちょっと見てみたいと思います。まあ、染色体上に ABC ですね、まあ、先ほどの図のようにですね、 ABC が同じ染色体上に載っているものとします。で A と C の距離が最も長くて、 B と C の距離がその次に長く、 A と B の距離が一番短いとします。でですね、A と B の組み替え下を X% で、 B と C の組み替え下が Y% とします。そうすると A と C との組み替え下の値はこの X% と Y% を足したものになります。これ実際にですね、まあ、遺伝距離と結構ね近いものがあって、まあ、ただですね、少しあの凝集している部分、染色体の中には
凝集している部分とそうでない部分があるんで、まあ、多少異なってくるんですけれども、まあ、こういう実際にですね、まあ、形質と遺伝子組み換えの距離っていうのが、まあ、結構な率で一致するという感じになりますので、まあ、それをですね、物理的なものとの距離で置き換えたのが遺伝子物理地図になります。まあ、次はですね、肺についての具体的な例を示したいと思います。これはですね、ショウジョウバエの、物理地図になります。遺伝子地図になります。でですね、ショウジョウバエは4対ですね。まあ、1対目は性染色体の、まあ、XY ですね。これだとオスになります。で、XX だと、まあ、結構人と似てる感じで、これメスになります。で、2対目はここになって、3対目はここになって、4対目は小さいものになります。まあ、このところでですね、まあ、同じ染色体上に載っている、まあ、いろいろな形質がですね、まあ、示されています。で、例えば性染色体の1だとですね、これは剛、まあ、短い剛毛だったりとか、まあ、小さい羽を示す形質だったりとか、あと目の色ですね、これ反射遺伝でよく出てくると思うんですけれども、白い目であったり赤い目であったりとかですね、まあ、そういうところが、まあ、性染色体の上に載っています。あとね、まあ、いろんなケースですね。まあ、こういう感じで、染色体上にさまざまな形質を発現する遺伝子が載っていることが分かります。まあ、このですね、これは少女場合なんですけれども、人の場合でも南蛮染色体にどういう遺伝子が載っているかっていうのが、まあ、分かってきていますので、まあ、そのね、さまざまなところにその文献に載ってますので、まあ、それを参考にしてみてください。じゃあそれではですね、実際にいろんなゲノムの遺伝子配列が求められているんですけれども、さまざまなね、大腸菌とか枯草菌、まあ、とかですね、あと古細菌とか、まあ、酵母とかですね、まあ、いろいろキノコとか植物とかですね、まあ、人とか、まあ、いろんなものの遺伝子配列が求められています。で、これらの中からですね、まあ、タンパク質を発現する ORF ですね、まあ、そういうふうのチェックのチェックしたりとかですね、あと未知の遺伝子ですね、まあ、これを、まあ、染色体上で破壊して、まあ、表現形質の変化が調べられたりとかですね、あと病気の診断や、まあ、治療薬の開発などに、まあ、いろいろ役立つことができます。まあ、こういう感じでですね、まあ、さまざまな、まあ、生物の全ゲノム遺伝子配列ですね、それを調べるのがゲノムプロジェクトになります。まあ、これについてですね、ちょっと少し見てみたいと思います。まあ、それぞれのですね、染色体をうまく分けるには、まあ、光レーザーピンセットですね、まあ、それで、まあ、見ながら分けるという方法はあるんですけれども、なかなかね、たくさんの DNA を分けることはできませんので、まあ、それに非常に大きな DNA を分離する技術が必要になります。で、その一つがですね、このパルスフィールドゲル電形同になります。で、通常の、ね、ですね、アガロスゲルですね、まあ、これを使うんですけれども、通常のゲルではですね、通常その電極をですね、こっちを上をプラス電あマイナス電極で、下側をプラス電極にして、まあ、電荷の向きを変えずにですね、まあ、それでずっと網目のところを DNA がくぐり抜けると。で、くぐり抜けられない巨大なものほど、まあ、映像が遅くなるということで分けているんですけれども、まあ、染色体ぐらいの大きな分子になると、その網目に阻まれてですね、なかなか移動がうまくいかずですね、分けることができません。まあ、しかしながらですね、このパルスフィールドゲル電形同では同じアガロスを使うんですけれども、まあ、こういう、まあ、電極の向きですね、まあ、それをこう上に上げたり下に上げたりこうですね、交互に、まあ、一定期間ですね、まあ、パルス状に、まあ、電圧をかけてですね、うまく構造を変えてですね、網目構造を通過するように形を、まあ、誘導させて、まあ、それを網目を通過させることができるようになります。まあ、大体ですね、六角形の形をしていて、まあ、交互に、まあ、プラスマイナスをかけていって、まあ、電荷の向きを変えながら移動させていきます。
まあ、そうすることによって、まあ、非常に大きな分子を分けることができる、まあ、そういう電気移動になります。まあ、移動方向としてはこういうふうにジグザグジグザグっていう形で、まあ、移動していく形では分けることができます。はい。まあ、これによってですね、まあ、染色体の効率的に分けたりとかですね、あとその分離した染色体を、まあ、アガロスゲルから取り出して、まあ、それをですね特定の、まあ、大きく切る制限コストなどで切ったりして、まあ、それをまたですね電気移動で分けて、まあ、それをクローニングするとかですね、まあ、そういうことに使われています。まあ、パルスフィールドゲル電気移動、少しねちょっと覚えておきましょう。次にですね、大きな DNA のままを切り出す制限コストについてちょっと見ていきましょう。まあ、大腸菌の染色体はですね約 4.6 メガベースペアで、質が酵母のゲノムは、まあ、一番小さいもので230キロベースペアから、まあ、1700ベースペアですね。まあ、これが16本あるんで、まあ、13メガぐらいあります。で、哺乳類ではさらに数百倍の大きさなので、まあ、普通のですね、まあ、私たちが使っている6塩基認式の、制限コストでは、まあ、切断されすぎて、まあ、すごく小さな分子になりますので、まあ、このゲノムプロジェクトなどで用いる、まあ、DNA の、 そのゲノムの全塩基配列を求めるにはちょっと適さない感じなんですけれども、これをですね、8塩基認識ですね、これに変えることによって、まあ、より大きな断片を得ることができ、まあ、それによって、まあ、それをクローニングしてですね、配列を求めることで、全塩基配列を決定することができるようになります。まあ、例えばですね、4メガベースペア、これ大腸菌の、まあ、染色体なんですけれども、これを 6塩基認識ですね、まあ、等しい確率でいくとして、まあ、ATCG の4つありますので、で、まあ、6塩基なんで、4×6 乗ですね。4の6乗の確率があります。で、それで切ると、だいたい977個切れる形になります。で、これをですね、まあ、4メガベースペアですね。まあ、これで977個割ると、だいたい4キロベースペアぐらいになります。で、まあ、結構小さい。平均なので、まあ、小さいという形になります。一方、8塩基認識だと4メガベースペアぐらいだと61個の断片になります。で、これをですね、この大きさですね、6メガベースペア、これを61で割るとだいたい66キロベースペアという形で、まあ、まあ割とこの範囲内に入ってくるというところですね。はい。まあ、こんな感じでですね、通常の6塩基認識よりも8塩基認識のやつを使えば、より大きな断片の、DNA を切断することができますので、そのゲノムプロジェクトなどではこういうふうな8塩基認識などが用いられます。次にですね、まあ、それらの塩基配列を決定する方法について少し述べていきたいと思います。でですね、割と大きな8塩基認識の制限コスト NOT1 っていうものがあるんですけれども、まあ、それをですね、それで切って、まあ、制限コストを処理した後にパルスフィールドゲル電気移動ですね、これにかけて大きさに分けて、まあ、それぞれの断片を抽出して、まあ、YAC ですね、ここでは酵母に入れる場合は YAC っていう、まあ、ベクターに入れます。で、バクテリアの場合は BAC っていうね、まあ、ちょっと大きめの遺伝子が入るベクターに入れます。で、これをそれぞれですね、別の、YAC に入れた後、酵母に形質転換して、まあ、そのクローニングをして増やしていくと。で、増やされたものを、まあ、調べるんですけれども、調べ方については2通りあります。1つはプライマーウォーキングっていう方法で、まあ、端っこから順番にですね、プライマーを作って配列を求め、で、まあ、途中の配列が出てきたら、またここからプライマーを作って、それまた、どん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 ですね、下流の方に向かってシーケンスを進めていくっていう方法になります。これはですね、結構時間がかかるので、まあ時間がかかるんですけれども、まあ着実に進んでいくような形になります。で、一方ですね、ショットガン法っていうのは、まあ、超音波などで、まあ、ランダムに切断した後、
まあ、その強さなどをちょっとね調整、時間とかの調整しながら、だいたい200ベースペアぐらいですね、断片を作って、まあ、それぞれを、まあ、シーケンスをかけます。まあ、それぞれクローニングをしてですね、それをシーケンスにかけます。で、シーケンスにかけた後ですね、その配列を求めた後、コンピューターなどによってオーバーラップの部分ですね、これを参考にして並び替えて元の DNA のゲノムの配列を調べるというものです。っていう感じで、まあ、プライマーワーキング法とショットガン法によって実際は配列を求めていくというところですね。はい。でですね、最終的にですね、ノート1で切って、まあ、クローニングしていくわけなんですけれども、まあ、ノート1のつなぎ目ですね、つなぎ目がどうなっているかを調べる方法についてもちょっと述べたいと思います。でですね、まあ、ゲノムをですね、エコー R1 っていうさらに細かく切る制限コストで切ってあげます。そうすると、その断片の中には途中にノート1サイトを持つような、ノート1で切断されるサイトを持つような断片が出来上がります。まあ、これをですね、ベクターの中に、まあ、同じ制限構想を切って、この場合だとエコー R1 ですね。まあ、これで切ってあげて、ライゲーションしてあげて、まあ、それをですね、セルフライゲーションすることによって、まあ、こういうベクターの中に外来遺伝子、ゲノム遺伝子が入ったような、そういうものが出来上がります。これをですね、大腸菌の中に入れてあげて、ノート1を持つようなやつを、コロニーハイブリダイゼーションを用いて選びます。で、ここのところの選んだやつの中の配列を比べ、見て、その、この途中にあるやつですね、まあ、どういうふうにつながっていくかを見ることができます。はい。まあ、ちょっと詳しいところを次のところで見ましょう。まあ、実際にね、エコー R1 で切ったら、こういうふうに、まあ、ノート1を持つ場合は、何個かの違う断片がノート1を持っているやつができてきます。でですね、まあ、例えば PUC というベクターに挿入をしてあげて、で、そうするとノート1を持っているのは、これ、この場合3種類ですね。3個の部分で、まあ、4つの断片に切れると考えると、まあ、3つの制限コースのノート1の切断サイトがあります。で、この3種類あるんで、3種類を、まあ、それぞれ選びます。で、まあ、これをですね、アンピシリンプレートに巻いて、で、コロニーを作らせます。で、作らせた後ですね、ナイロン膜にスタンプして、まあ、アルカリ処理をして、まあ、プローブを結合させて、まあ、ペルオキシダーゼ活性ですね、まあ、それでの酵素活性でそのプローブを見ます。で、このやつをクローニングしてですね、まあ、それを、ターゲットとして、まあ、どういうふうにつながっているかを見ることによって、どういうふうにつながるかがを知ることができます。まあ、次にですね、まあ、どういうふうにつながっているかを説明するものを見ましょう。次にですね、その選択したプローブを用いて、まあ、配列を求める方法について見ていきましょう。で、さっきのね、冒頭にやったパルスフィールドゲル電形度ですね。まあ、こちらの方で、まあ、断片を取り出したわけなんですけども、その時には4つの断片がありました。で、そのところでですね、その断片がどういうふうにつながっていくかっていうのを、まあ、見るっていうのが、まあ、重要になります。で、先ほどのですね、コロニーハイブリダイゼーションで、プローブ A、B、C ですね、ノート1を持つような断片が3つある、3種類あるって言いましたけれども、その3種類をですね、まあ、それを用いて、まあ、それハイ、サザンハイブリダイゼーションで、そのつながり方を見ることができます。で、4つのうちですね、4つのバンドのうち、まあ、例えばこの場合だと、200と80のところで、プローブ A の時に、そのバンドが見られたとします。で、そうすると、80と200は、配列が、その、つながっているということがわかります。で、まあ、どちらかにテロメアが、ある場合ですね、っていうのが、まあ、配列で分かりますので、テロメアがある方が端っこになります。で、一方ですね、そのこの80につながっているのが200なので、その下流に200ベースペアのこの大きな分子があるということが分かります。
あとね、プローブ B を使うと、ここの200ベースのところと150ベースペアのところに、150キロベースペアのところですね。まあ、ここのところがプローブ B で、まあ、2つ染まったるということは、その2つがつながっているということになります。したがって200と150がつながっていて、まあ、200と150ですね。まあ、これで、まあ、80はテロメアがありますので、ここ端っこで、で、200の次に150っていうのがわかります。で、プローブ C を使うと、ここの150と100のとこですね。まあ、これがつながっているということがわかります。2つですね。ここのところとここのところの2つが結合して、まあね、プローブによって、サザンハイブリダイゼーションによって、そのバンドが検出されたということは、まあ、150と100に、まあ、量がつながっていると。で、しかもここのですね、100キロベースペアの断片のところの端っこはテロメアの配列があるということが分かりますので、まあ、これでですね、まあ、この染色体がゲノム、この染色体がこの80、200、150、100っていう形でつながって、まあ、このノトワンサイトで3つで切られるということが、まあ、これ導かれるという形になります。まあ、こんな感じでですね、まあ、断片をそれぞれまとめていく方法と、まあ、これとは別にですね、まさにもこう初めから制限コースを使わずに、まあ、ショットガンでバシバシ切って、まあ、それをコンピューターで、まあ、つなぎ直すというか、オーバーラップ部分を参考につなぎ直すという方法によっても、が一番ね、ちょっとエラーも多いんですけれども、まあ、それの方が予算と速度というのは速くなります。はい、という感じで、全ゲノム塩基配列が求められて、まあ、今ですね、私たちがある程度のものは見れるようになっています。まあ、今日はですね、遺伝子を入れる方法と、まあ、この遺伝子地図とゲノムの塩基配列を求める方法について述べました。まあ、以上でですね、今日の講義を終わります。で、レポートについてはまた1週間後にまでに出すようにしてください。まあ、以上で今日の講義を終わります。少し長くなりましたが、お疲れ様でした。